まあでも、ガーシーがいるから面白いんじゃない？おはようございます。ガーシーと直接会って印象は変わりましたか？全然変わりません。大体その前から何回も電話とかで話してたから、全く変わんない。なんか昔からの知り合いみたいな感じ。面白かったよ。なんだろうね、別に会ったことがあるわけでもないし、ちゃんとね、すごいちゃんと話がしたことあるわけでもないのに、何回か連絡取ってる間になんか昔から知ってるみたいな感じがしたんだ。花粉症を感じる神経をカットしちゃったから、おさらばなんだ。なんないと思うけど、ハウスダストにはちょっと反応したな、ガーシーの家で。シードミでハウス出すと。ドバイでガーシーにアテンドしてもらいました。もちろんですよだって世界一のアテンダーにアテンドしてもらいましたよあ、昨日もしてもらったよ俺。あ、そう、聞いた、遠隔でしょ。遠隔アテンドしてもらった。だってさ、別にいいじゃん、ちゃんと礼儀正しくすれば何も悪いことはないわけよ。別にね、その子が未成年でその子に酒飲まして何かやっちゃうとか、そういうつもりさらさらねえんだから、別にいいじゃんね、何も問題ございません、